よろしくお願いします。どうぞ。はい、じゃあ北島です。喋ります。今声出なかったんで言いますが、今日はスタニスワフ・レムという人の虚数という本について、話します。これ原著では実は2冊分を1冊にまとめた本で、虚数っていう本とそれからゴーレム14っていう2冊の本を1冊にまとめた本になってて、僕は今日は虚数の部分だけについて話します。よろしいですか、皆さん準備はよろしいですか。この間なんですけど、生物系の研究会に行ったんですね。そこで聞いた話なんですけど、生物の実験っていうのは基本的には新しい遺伝子の生き物を作って殺すというふうに出来上がっていると。で、望まざる性質の生き物を殺す。そうなんですが、生物の方からしてみると、自分はまだ遺伝子しか見られてない、どうなるかまだ分からないじゃないかっていう状況で殺されるわけです。なので、本来の自分ではなくて、自分の遺伝子でプロフィールだけを見て私、愛が殺される。で、プロフィールという単語から愛を抜いてプロフルで、そうやって生き物を殺すことを予知された未来の猟銃という意味の言葉でプロフルというふうに呼ぶという話を一昨日考えました。どこから思いついたかというとですね、この本の、に出てくる辞書に入っているプロフルっていう言葉が出てきてて、そこにこう2行で予知された未来の猟銃っていうふうに書いてあるんですよ。でそれしか説明が特段ないので、そこからこう今の妄想をしたんですけど、このレムのこの本っていうのはこういうふうに人に大変妄想を強いる本になっております。どう妄想を強いるかという話を今から3分でするわけですが、まずはじめ目次からちょっと読ませていただきたい。日本語版への序文で始まる、訳書なんです。でその次、本来の序文が挟まる。で次に29ページ目から序文が始まりまして、で43ページ目序文が始まると、それから、61ページ目序文が始まりまして、98ページ目で序文が始まると、でそれから130ページ目に、見本ページっていうのがあって、その後序文が入る構成になってます。大体分かったと思うんですけど、これ序文集なんですよ。序文しかない。でビブリオバトル考えてみてほしいんですけど、我々本の中身は語らないんですね。本の紹介しかしない。だからこれ1973年に一人でビブリオバトルやったっていう本になってます。で我々日本人ってこれ役所なんで、中に書かれてる本を読めないんですよね。ひたすら序文しかない。その序文を語られて妄想をするしかないっていう、なかなか類まれなる変な本っていうことになってます。中に何が書かれてるかっていうとですね、まず1冊目ネクロビア、X 線ソフト X 線撮ったエロ写真集、人がまぐわってる様子を X 線撮るっていう形ですね。それから次、バクテリアに英語を教えようとした研究者の綴る研究書。次が、これ2009年の方なんですけど、ビット文学の歴史って言って、コンピューターにの空いた時間を使って、つぶやきを書かせるというところから始まったビット文学っていうものについての歴史を書いた本。それから次が、僕さっきちょっと辞典が入ってるって言いましたけど、ベストランドエクステロペディアと言いまして、現代から予測可能な未来の文まで書かれた入った辞典、どんどん増えます。で、最後ゴーレム14っていう、これのこの後の続きが書かれたんですけど、MIT で行われた人工知性体による初の講義録っていうものが収められて、収められてないんですよ。だから情報しかない。なのでこう読むと大変こうフラストレーションがたまる本になっておりますが、めちゃくちゃ面白いで、なんか読みたいって思うんだけど読めないという本になっておりますので、皆さんぜひこれを読んでですね、日本語で読んで妄想たくましくしていただけたらというふうに思います。以上で、僕の発表は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。